どうもこまみれです。えー、まあ、連日とまでは言わんけど、ね、ちょっと定期的にね、台、え、話、ー、のセブンハーフの話題を出しているんですけど、まあ今日もねいや、えー、この動画が上がっとる時は、えー、昨日になるんか。うん、この動画が上がっとる前日に、台、え、話、ー、の方でね、なんこのセブンハーフ、まあシャですよ、ダーシャ ダーシャを使ったその実調動画みたいなのをなんかねあのストーリー風に上げとる動画が上がりました。うん、まあそれを見てというかいろいろ感じたんだけどさまあこれを機にねあのー、なんていうのかなパックロットっていうものをちょっとねあの改めてえ見直してみようじゃないかと見直すってほどでもないけど、うんまあ、このダーシャのね ダーシャの、その、バックロット製はやっぱこの、フォーピースってのがね、ちょっと、ね、なんか、鼻につく人いっぱいおるみたいだからさ、うん。ね。まあ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 、まあ、デザインとかに関しては、俺から言わせたら、アイアンマンデザインとかのリールも存在するわけで、あと、月下美人みたいな、ね、あのブースみたいな、本当にブッサイクなデザインもあるわけで、まあ、台話だしっていう、<laughs> うん、もんですわ。うん。 まあ、あのー、こちらのね、えー、ダイワセブンハーフ。まあ、ダーシャですよ、ダーシャ。俺はダーシャと言い続ける。ダイワールドシャウラ、ダーシャと言い続けるよ、俺は。<laughs> うん。でね、えー、とまあ、4ーピースになること。で、えー、もちろん、メリットもございます。もちろん、デメリットもございます。うん。このパックロットっていうやつはね、なかなか難儀でね、 やっぱ、次数が多くなれば多くなるほど、作るのって難しいのよ。うん。どうしてっていうと、どうしてもね、この継ぎ目。この継ぎ目のところに、ええー、なんて言えばいいのかな。この継ぎ目のところが。支点となってしまって、あの。 ロッドをグイッと曲げたときに、えー、この継ぎ目のところが角張る。本来だったら、このね、糸を引っ張っとるガイドの部分だけが、1、2、3、4、5、6、7。この7点を、えー、支点としてグーッと支点と言ったら変か。まあ、この7点でグーッと曲がって、綺麗な曲がり、このパラボリックな曲がりってのを、えー、まあ、作っていくわけだけど、継ぎ目が、えー、ね、 そのうまく作れてないとそのバランスを取った継ぎ目じゃなかったらこの7個のガイドプラスこの継ぎ目12で34このプラス4も支、えー、点になってしまって計11箇所の、えー、そのね曲がる点ができてしまうわけよトントンとカーブ1個取られたとしてもねうん。 なので、パ、えー、ックロットっていうのはなかなか難しいです。うん。波のメーカーが作ってしまうと、その継ぎ目の部分が角張ってしまって、えー、うまいこと。その竿が曲がらんというか、ね、その、綺麗に曲がらんということは、この竿のね、このジョイントだったり、そのガイドだったり、部分部分に、えー、偏った負荷っていうのを与えてしまうから、もちろん、あのー、故障の原因になってしまうわけよ。 うん、カーボンとはいえ最強のね金属ってわけじゃないからもちろん下手るし、うん、曲がるしねそういう問題が出てくるわけよ、うん、っていうのがあって意外このパックロットって作るのが難しいんだけどまあええー、ねこのダイワの打者、うん、よ打者ねあの個人的にね俺も今ペンタスティックっていうトラウト用の、えー、パックロットを作って 使っとるまあそれによってねまあ,あの本当にちっちゃい道具箱にもポンって入れれるぐらいの利便性もあるしただパックロットってめっちゃなんかきあのその5本杉のパックロットですごい問題なのがただ野菜ちょっとトラウト用であの細いからトップ一番トップのこの一番細いところがよく抜けるんよ <laughs> これはねパックロットの宿命なわけうんどうしてもちょっとねあのこの 抑える摩擦が何て言うかな少なくなるからあの細ければ細くなるほど差し込んだ時にキャストした時にフッと抜けたりするわけよ。ああみたいな感じで。うんけどまあ4本次だったら全体的なバランスとして根っこがちょっと太くなるからさ。うんだからあのーこの一番先端ティップの抜け。 っ抜あとあのー、そのね昨日アップされた台話のねそのダーシャの動画で、えー、いろいろやったんやけどこれね4本ってことは2本2本にできるわけよ、うん、例えば移動、まあ、車で移動するその時の動画は車で移動する際にえー、ねこ,のこ,ここと、ね、ここで分けることによって 普通の2ピースと同じような、えー、しまい方ができるわけよ。車とか狭いからさ、うん、1本丸々差し込めたら、まあ、まあ理想っちゃ理想なんだけど、そこをね、あの4ではなく22に分けて2ピースみたいに扱うことによって車にも入れれるわけ。うん、これが5ピースだったらちょっとね、堅がる感じになるなにか 片方が長くて片方が短いみたいなことになるからまあそういう意味ではまあ4本っていうのがまあこの偶数やね偶数っていうのがとてもまあ扱いやすい利点ではあるんかなって思いますただまあさっき言ったようにあのー、な次数が少なければ少ないほど1本あたりが長くなるからこのダーシャもねえー、まあ63センチになるわけさ姉妹寸法ででケースも入れたら大体70センチくらいになるんかなあのー、まあおっきいですわ うん、あの飛行機の持ち込みなんかもでき,なできませんし、うん、まあそういうのがあってで特にさっきのジョイントの話なんかで言ったら台場は結構この V ジョイントっていうあの、まあ、緻密にねあのこのジョイント部分に緻密なあの、まあ、伸縮性って言ったら変だけどなんかそのロットの曲がりにしっかりかの形づいてナチュラルに曲がってくれるっていう V ジョイントっていう仕組みがあるからあの。 さっきも言ったように、ここ、ね、あの、つなぎ目の部分が、あの、角張らないというか、うん、そういう利点も一応あるわけさ。うん。で、えー、まあ、レングスもね、7フィート半。まあ、正直なとこ、ちょっとね、画面を変えましょうか。こんな感じだね。ダーシャから学ぶ、えー、パックロットの何がいいのかっていう。うん。これ、重要。 やっぱりね新しいロットが出たらね欲しい気持ちあるやん新しい製品が出たら。けど、あのー、そこはね改めてその一旦その冷静になってね、うん、あのパックロットって一体何がいいのかって話なのよ、ねうんまあ。そもそもパックロットに求められることって何って話なんだけど、まあ、さっき言ったように、えー、携帯性だよね。 ま、電車とかにも普通に乗れるからさ、新幹線とかだったらね。うん。ツーピースとかだったらやっぱり1メーター40センチ、シーバーソルトとかだったら1メーター40センチとかになっちゃうんかな、40センチ。9.2フィートで43センチとかだから、えー、まあ、10フィートくらいの竿になってくると、もうね、1メーター50くらいは超えてくるわけやねんか。うん。つなぎ目の部分があるから。 そうなってくるとね、あのー、電車とかに持ち込むのってしんどいわけさ。うん。だからこのね、パックロットってそもそも求められることで何ぞやって話になると、まあ、対抗性だよね。うん。持ち運ぶ。うん。これがもう一番です。一番はこれ。うん。性能とかうんぬんじゃなくて、本当に一番はこの対抗性。 うん、で、サゴを買うときに考えてほしい。最近ほら、あのー、いろいろ3本継ぎとか、それこそ4本継ぎとか、ね、昔は本当にワンピースロッドみたいな感じで、そっから2ピースロッドが当たり前になって、今じゃあ、マノでいうワンハーフだったりとか、オリンピックとか、他のメーカーでも、あのグリップだけ、ね、スポッて抜けて、あとは、えー、ブランクス2本みたいな感じで、まあ、3.5本みたいな感じのね、えー やり方があるわけよそれによって10フィートの竿でも、えー、ものすごくあの1本あたりの長さが短くなるから、うん、グリップが抜けるだけでもだいぶ違ってくるから、うん、そういうやり方もあるわけで、えー、本当にパックロットじゃなきゃダメなのっていうのがあるわけよどういうことかっていうとあのもちろんこのパックロット継ぎ目が増えるっていうことは あのこのこ継ぎ目の部分に余計な加工が必要になるわけじゃないか、うん、普通に使っとる分にはここまっすぐだから大丈夫なんだけどこの継ぎ目の部分があることによって重量がちょっと増すのよ、うん、それはそうだよねここ1本のこのねブランクス本来ね本来1本のブランクスだったのがこのねオスとオスとメスというかさこのね中に入れる側だったりとかねそうぶね中ね 通すためにに空洞にしなくちゃいけないしとかゃ、うん、いろんなそのあれがあって重さってのがどうしても2ピースとかそういうのに比べるとね同じその長さのロッドをポンって持ってきた時に、うん、例えばそ,のそれこそ、えー、ダーシャの2ピ,ー2ピースがあったとする、うん、じゃあ4ピースと比べるとやっぱ若干重くなるわけよ。うん けどそれを凌駕するくらいこの対抗性持ち運び例えば、えー、ちょっとねあのー、長いロッドを持ち歩くには、えー、ちょっとしんどい磯場だったりとかそれこそ自転車でねこのコロナのご時世だからあまり人がねあの群がっとるとこにね行きたくない電車にも乗るのがちょっと怖いっていう時にはパックロット自転車に、ね、乗った時にそれこそ150センチのさロッドケース担ぎながらチャリこいどったらさ危ないやん。 木に引っかかかかかかかっっったたりりとか電柱に引っかかったりとか誰かねあの歩行者に引っかかったりとか道路からはみ出しとって車にバーンってやられたりとかね引っかけて転んだりとか危ないわけよでもそういう人たちからしたらこの対抗性っていうのがやっぱ重要になってくるわけ、うん、だからパッックロッドっていう需要があるわけさ、うん、だからぶっちゃけね何て言えばいいのかな結構これが本当にあに7割くらいを占めると思います。 あとはレングス。うん。これは別にパックロットうんぬんってわけじゃないんだけど、結局このダージャって、このセブンハーフっていうね、7フィート6インチっていう、まあ7半だよね。ここに書いてあるけど、まあバスロッドやったら6フィート中盤、トラウトだったら7フィート台、ロックフィッシュは7から8フィート台で、ギングは8フィート中盤。うん。シーバスは9フィートくらいになるわけさ。じゃあそれを間を取って7フィート6インチだったら、まあ、あのー、 ね、一番バランスのいいところで、えー、取れるよねっていう、うん、使えるよねっていう話なわけよ。うん、それは専門ロッドに比べたらもちろん物足りなさっていうのがいっぱいあるけど、うん、まあそれをひっくるめてなんかそのなんか尖らせるというか本当に丸大きな丸を作ろうみたいな感じのがこのねパックロッドとかねこのダーシャに限らずそのパックロッドっていうのの,のねあの何て言えばいいのかな マルチ何でもできるパックロットみたいな感じのコンセプトだからうんだからのねレギュラーテーパー気味のねセッティングにしてどんなルアーでも、えー、使えるっていうセッティングにもしてあるわけさ、うん、まあ特にこのレングス今回このね 6. ちょちょちょ7.6フィート、うん、になるわけだけど、えー、どこで使うのって話なのよ。 これが重要でね。まあ自分住んどる富山県なんかはね、ぶっちゃけ、あのー、七半は使いにくい。<laughs> 七半はちょっと使いにくいね。うん。なんでかっていうと、広いのよ。ぶっちゃけ。釣り場が。うん。広いし、割と外洋向きだし、そんななんかね、あのー、よくなんか海と繋がっとる洋水をね、あのー、 小刻みに打ってくとかそういうポジションも意外と少なくて結構でかい川でかい海みたいな感じの場所がほとんどだからあのやっぱり飛距離とかその粘りとかそういうのが大きく必要になってきてうんだから七飯ってぶっちゃけ富山のおかっぱりとかで使いにくいでボートでもあの特になんかそのボートもね結局その まあ、いっぱい人が乗っとる場合、乗り合い線の場合は、7班で取り回しが楽だから、すごい使いやすいっていのはあるけれど、個人のボートやったら、ぶっちゃけ、ね、あの、船の先の方に立ってさ、好きな流されね、楽しく楽しくやればいいだけの話やしさ、オッシュアの落とし込みだったら、そもそもパックロットの必要がないっていう。うん。オッシュアロット買ったなって話になるからさ。うん。だから、長さ。ね、特にあのね、結局俺、こんな話はね、俺の田舎に住んでる俺だけの話だから、あれなんだけど、えー、 なんて言えばいいの都市部に住む人だからこのあのー、このセブンハーフの何て言うかなつ,つっとるそのいろんな映像とか写真とかあったけどうんその例えば都市河川でね、あのー、都市部本当になんか 東京湾とかさああいうところの釣り公園なんか上にも下にもなんか障害物橋の橋脚だったりとかねなんか橋の鉄骨だったりとかねなんか後ろもそんなに振りかぶるなあの距離がないとかさねいろんなとこがあるわけやねんかうんそういうところであの使いやすいって言ったらやっぱこの7フィート台ってまあ短くもなく長くもなくっていうとこだよね、うん、だからそういうのもひっくるめて、えー、必要になってくるわけよレングスって。 でこれ何釣るのって話だよね、やっぱり。うん、そこも重要、うん。さっきも言ったように、性能がすごく丸くなっとるから、えー、専用ロットに比べたら、ちょっとね、無理が、あ、無理があるっつったら変やけど、まあ、ちょっとなんか、もやっとした、うん、ものになっちゃうのよ。どうしてもね。うん、専用ロットなんていうのは、結局その性能を尖ら、その魚の修正に合わせて、性能を尖らせることによって、えー よりよく、ね、なってくわけだから、うん、なので、えー、まあ何釣るのっていうのももちろん重要になってくるわけよ。な、うんまあ、結局これだよねパックロットでなければならないのかっていうのを一番考えなあかんのよ。うん、そこすごい重要、うん、ね俺みたいにそのパックロットじゃなくてもぶっちゃけ、ねあのー、大丈夫ですよみたいな。 別に車も大きいの乗っとるし、えー、釣りする場所もそんななんか狭い場所じゃないし、うん、船とかも別に乗るわけじゃないし。うんね、例えば、でも軽四とか自転車しかない、ね、あの原付きしかないとか、うん。軽く船、ね、まあこんなもん、あのオッショアで使うというよりは、本当にあの湾内。 陸が軽く、ね、陸がちゃんと見えるくらいの湾内くらいでしか、あの、こういうのは通用線から、本当に、あの、クソ、クソでかい、なんていうかな。これも小型青物くらいまでしか対応できてないから。うん。で、この小型青物つっても結局さ、ね、50センチ以下の、なんか、えー、ふくらぎとか、こっちでいうふくらぎ、ええー、わらさとかだったっけ稲田とかになるんかな。50とかって、わからんけど、若しとか、なんか出生 OK ああいうのにも、 あいいうとぐららまでだから、うん、じゃああのねこの海とか出てねねこのダンシャ使って、えー、座布団ひらめとかね来る車けはやっぱオおショアだからやべえのが、うん、そういう時にちょっとねあの心もとなくなるわけさ <laughs>、うん、だからある程度あのー、ねこういうのね正直ねあの言ってないのこの台湾の人たち。 確かにね、あの、いろんな釣りができますよ。これ一本でいろんな釣りができますよ。って、持ち運びもできて、いろんな釣りができてそのあの、すごいなんか利便性のいい、ね、バリエーション豊富なロットですよって言ってはおるけど、うん。まあ、そこら辺はね、言ってくれんから自分たちで読み解くしかないんだけどさ。<laughs> そこら辺はね。うん。だからね、あのー、ひどい話だよね、そういうのも。なんていうのかな。 多分ターゲットの問題なんだろうね,あのねそういう台話のことを知っとる長くから台話が好きですみたいな人たちに向けて、えー、こういうのを販売するからこそ何、えー、て言うのかなあの釣りしとる、ね、そのロッドで釣りしとるプロの人たちを見てこのロットいいぜみたいなこと、まあ、ぶっちゃけあの、ね、正直なとこそこら辺もすごい微妙なプロもやったけど <laughs> うんかそういうのを買うんじゃないだって俺みたいなその素人からしたら、あのー、そういう細かいことが全く教えてもらえてないから、うん、なんかもチャっとしたえーみたいな、うん、まあ、あのー、こういうコメ,ント欄書かれコメント欄にこういうこと書かれかもしれんから先にその反論の目を潰しとくけどあのダイワの公式がやっとるあの製品紹介サイト ていうか、製品紹介動画みたいなのがあるわけよ。台話の公式だけに上がっとる。そこでは一応、このダーシャの、あの、説明を、なんかその、工場の人たというか、あの制作側の人が、えやってる、やってる動画はあるんだけど、それが YouTube に上がってこないのよ。うん。だから台話が好きで、台話をチェックしとる人だけがその動画を見れて、ね。 あのこういうね一般的な我々素人からしたらそういう動画が本当はあるのにねそれ見れば俺さっき俺が今こうやって言ったことに対して多分アンサーがあるんやと思うけどなかなかそういうのがねそういう人って真っ先に出すべきじゃないうんねあのこういうこういうロッドを使って魚いっぱい釣ったズウェーイみたいな感じで YouTuber みたいなことやらんでくれって話じゃない <laughs> メーカーの人なんやから <laughs> ねそんな YouTuber ね そんな YouTuber みたいにさ、ね、あの俺たちが楽しく釣り合っとるのを見て、楽しさを共有してくれたら嬉しいです、みたいな。メーカーの人がそれやりだしたらさ、ね、製品のプロモなわけだから、あくまで。うん。そこら辺ちょっとなんか主語が濁っとるよな、みたいな。っていう印象がものすごくありました。うん。だからまあ、改めてちょっとね、もう20分も話すのが、ちょっと申し訳ない。だいたい15分くらいでまとめたかったんやけど。<laughs> まあ、なぜパックロットでなければならないのか。まずこれ。 ぶっちゃけ63センチ機内持ち込みはできんけど、飛行機乗ら人間からしたら、ぶっちゃけそうでもないわけさ。うん。ね。言えば。で、ね、もちろん、だからその、継ぎ目とかって、ね、感度とかにも影響してくるから、ないに越したことはないのよ。だからワンピースロットってのは昔から重宝されとったわけで、いまだにバスロットでも存在するわけよ。うん。 なので、まあこのご時世もう2020年だからね、これか2002年とかそういう話になってくるんだったらまだ話は変わってくると思うけど、もう2020年になって技術がこんなに向上しとるんやったら、ぶっちゃけ2ピースとかでも1ピース以上の、えー、感度とかが 得られるるのっっててもう当たり前になってるわけないかけどやっぱ古くから俺はワンピースがいいんだよ、キリみたいな人たちがおるからこそ、ワンピースを作るのがやめれんっていうのがあって、まあよくあの村田はじめさんなんかがよく言うとるけど、あのー、送料。うん。そのロット。やっぱど,どの運送会社も長物ってのはものすごく運びづらいから、あの、チャージ料。ね。1万円取りますって話になったら、サオ代が1万円上がるのよ。ね。送料ありきで。 それがなかなかね、クレイジーな話にあって、だからこそ先駆けて、シマノっていうのはワールドシャウラでワンアンドハーフっていうのをやってるわけよ。うん。一応国際規格というか、国際的な基準として135センチ未満の長さであるんだったら、チャージ量は取られんから。うん。まあ、村田さんみたいになんかセスナーの足に荷物を入れてみたいな感じになってくると、まだ話は変わってくるんやけど、なんぼちゃけ飛行機のランが人からしたら63センチっていうのは問題ないし、うん。で、あの、パックロッ そうでなければならないっていう。その。何ていうかな？信念というか明確な。その理由がないんだったら、普通に通ピースとかの方がいいです。はい、うん。まあ、それはそのね。そのいつ、どこで誰がどんな風に使うのかっていうので、10人といろんなわけだから。まああのね。この打者から学ぶバックロットの何がいいのかっていうのを。まあこの動画を通してね。まあ、いろちょっと再発見。 して、まあ買う人はダーシャとかワーシャとかがあ <laughs> ったらいいんじゃないかなって思います。はい、そんな話でした。なかなかとすいませんね。以上、こまめでした。